가리! 내대로! 꼰나라! 男女に言っちゃつきやがって。私はてめえらみたいな恋愛の野郎が大嫌いなんだよ。とりあえずしね。とエフォールは申しております。色々ツッコミどころはあるけど、そのサツサツ言ってんのにそんな意味が含まれてんの。それが一番びっくりよ。つうかなんでサツサツ言ってんだ。どいつもこいつも主戦の部分か。サツ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 。違う、サツじゃない、必殺のサツだ。とエフォールは申しております。はあ、なるほど。で、なんでサツサツ言ってんだよ。ファングさん、いけませんわ。きっと深い事情がありますのよ。そうでなければこんな恥ずかしい喋り方をするはずがありませんわ。
そっとしておきましょう。確かに相当恥ずかしいわね。どんな理由かわからないけど、かわいそうに。ちなみに、エフォールがこのような喋り方なのは、普通にお話しするのが恥ずかしい、シャイなアンチ気象だからです。え？どういうことだ？普通に話すよりもっと恥ずかしい感じになってんじゃねえか。そこんとこわかるように説明してくれよ。さっ！なあ、待ってください、エフォール。結局なんだったんだ。そう。どの終わりですわね。テンション上がってきたぜ。さあ行きますわ。やら寝てろ。どの次、さあ行き、はい、やるぜ。お覚悟を。どうだ、止まりませんわよ。はい、惜しい。次やらせてもらう。マジ一丁上がり、ま、力が溢れる。バカにしてくれたな。絶対殺すんだから覚悟しろとエフォールは申しております。来やがったな。で、何の用だ。殺だから殺すって言ってんだろうが。とエフォールは申しております。ところでエフォール、もう少し女の子らしい言葉遣いをしたらどうでしょう。せっかく可愛らしいお顔なのですから。言葉遣い以前の問題だろ。つうか殺すって、そういうことは冗談でも言わない方がいいぜ。どうやらお前はコミュニケーションについて一から学ぶ必要がありそうだ。殺ファング、危ない。うっとしいぜ。殺殺無駄です。覚悟しな。殺
私の出番はまだかしら。さあ始めます。やらせてもらう。お覚悟を。せさあやらせてもらう。始めます。やっぱ俺って強いかも。なんだよ、いきなり襲ってきやがって。あなたが悪いんですよ。エフォールの地雷を踏むから。知らねえよ。彼女もフェンサーの一人。当然このフューリーを狙ってのことでしょう。フェンサー同士のフューリーの奪い合いは日常茶飯事ですわ。サツ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 。フューリーに興味はない。私はただ破壊したい、それだけ。とエフォールは申しております。破壊？どうしてそのようなことを？それはエフォールがそのように育てられてしまったからです。サツサツ。ごめんなさい、余計なことを言いました。エフォール、ここは一旦引きましょう。このままでは分が悪いです。サツ。では皆様、また会う日までごきげんよう。最初から最後までわけわかんねえ奴らだったな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。おはよう。どうも、おそようございます。出発の準備はとっくに整っておりますわよ。何よ、まだそんなに遅い時間じゃないでしょ。日付が変わる前に眠り、鳥が鳴くのと同時に起きる、人として当然のことですわ。老人か。あー、眠み。おはようございます。さあ早く朝食をとってフューリー探しに参りますわよ。いや無理無理、なんか俺体調悪いし。あ、こりゃ風邪だな。全身が睡眠を必要としてるもん。それは大変ですわ。そういうことなら今日のフューリー探しは任せて、ファングさんはお休みください。え、ちゃんと水分は取りましたか？お布団は寒くありません？熱を測って差し上げますから、そのまま動かないでください。悪い、冗談だ。え、どう見ても嘘だって分かりそうなもんだけど。この前のロロに対する態度といい、まあ、ひょっとしてあれか、クソ真面目か。人を騙しておいてお、クソ真面目呼ばわりとはいい度胸ですわね。私の心をもてあそんだ罪、今日のフューリー探しで償ってもらいますわよ。Thank you.
方法があるんだけど、このお値段で買わない？毎度あり。ピューリーの情報だよね。ヤタガン洞窟で見つかったっていう噂だよ。噂って誰から聞いたのよ。内緒。それよりお買い得商品があるんだけど、買わない？ドルファ社の新商品で、すっごい美味しいカップ麺なんだけどさ、お湯を注いで完成するまで3時間かかるんだ。そのカップ麺には致命的な欠陥がある。手軽さに欠ける。絶対売れない。俺もいらない。珍しく賢い選択だわ。さあ、行きましょう。しっかり稼いできてね。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ウブな私を騙してもてあそんだ罪、きっちり働いてあがなってもらいます。へい、行くぞアリ。分かってるわよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。行きますわ。次。さーってと。マジカル。
テンション上がってきたぜ。終わりですわね。探してくださいましね。わかってるわよ。いちいちうるさいわね。どうしたアリン、気が立ってるじゃねえか。ファングは気になんないの？何が？あの女よ。もてあそんだ罪とかなんとか言ってるけど、そんなの関係ない。あいつ会った時からずっと私たちのこと見下して偉そうにしてるじゃない。どうかなさいましたの？お二人でこそこそと。別に何でもねえよ。すぐに行くから先に進んでろ。まあレディーファーストのおつもりかしら。ご親切なことですわね。でもモンスターの退治はきちんとしていただかないと困りますわ。そのためにあなた方がいるのですのよ。ああいう女なのよ。いつも一言多いし、あいつ絶対に私やあんたのことバカにしてるよね。てか利用する気満々じゃない。ムカつくのは確かだけどよ、利用する気なのはこっちも同じだろうが。そりゃそうだけど。フューリーを集めなきゃいけねえんだろ。だったらしばらくは我慢しとけ。ほら行くぞ。早くしねえとあの女に持ってかれちまうぞ。あ、待ってよ。もうですわね。はい、やらせてもらってる。行くぜ。恥終わりですわね。やった。中身は何かしら。ほっ、本当に使えませんわね。うげー、お覚悟を。やっとだ。やらせてもらって一丁上がり。ま、俺これくらい当然ですわね。終わりですわね。テンション上がってきたぜ。次始めます。うー、かき一丁上がり。ま、俺にとっ、覚悟しな。本当の力見たいっしょ。テンション上がって寝てろ。さあどうだ。はい、おしん。さあ早く開けてみましょう。やらせてもらう。
行きまたー、言わないわ。次さーてと行きま、次ですわ。おう、それじゃ早速。ちょっとお待ちになって。んだよ、さっさと手に入れてこんな洞窟をおさらばしようぜ。そうそう、何もったいつけてんのさ。簡単に見つかりすぎではありません？こういう場合、何かしら罠が隠されてるとは思いませんか？罠？ええ、フューリーが隠されてる場所は古代の遺跡のようなものですからね。隠した古代の方がよくトラップを仕掛けているものですのよ。なんだお前、よく知ってんな、そんなこと。あなた方が知らなさすぎですわ。言われてみるとここまで簡単すぎたかなって思うけど。いいだろ、その方が楽で。こういうのはな、ごちゃごちゃ考えてる間にやっちまえばいいんだよ。あ、ちょっとファングさん。ほら、抜けた。なんだ？これは、ひょっとして。ファング、逃げて。うわ、なんでこんなところから溶岩が。くそ、囲まれた。出られねえ。ですから私言いましたのに、ファングさん、少し軽率すぎましてよ。って、あんたも何のんきに言ってんのよ。このままじゃファングが。ええ、分かってますわ。でも、こういうトラップは大抵の場合、簡単に解除できるものですよ。そう、例えば。ちょっと、どこに行くの？この岩のように見せかけた板は制御装置だとか。あ、溶岩が流れてっちゃった。た、助かったのか。ほら、お分かりでしょ。分かったって、何が？私がいなければお二人ともダメってことがですわ。お礼なら結構ですわ。おバカな下僕を助けるのもご主人様の役目ですものね。くそ、覚えてやがれ。いつか絶対に泣かしてやる。って、今度は何？どうやらモンスターの親玉らしいぜ。今度は俺の出番だな。はい、しっかり働いてくださいましね。で、あんたも戦うのよ。助ける。行きます。次。どこだ。私の出番はまだかしら。行くぜ。どなたが相手かしら。やらせてもらう。お覚悟を。行くぜ。始めます。お覚悟を。やらせてもらう。どなた終わりですわね。それがあなたの罪。あら、いいのかしら。なんとか片付いたみたいね。ええ。でも、次からは安易な行動は慎んでくださいましね。ほんと、しっかりしなさいよ、ファング。いつまでもこんな女に言いたいこと言わせといちゃダメ。待ってるよ、クソ。ほら、フューリーも手に入れたんだから、さっさと帰るぞ。ファングさんって楽しい方ですわ。キッキいらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
わなんだよ、いきなり叩き起こしやがって。いい気持ちで寝てたったよね。ほんとよ、お肌が荒れたらどうしてくれるの。寝不足は美容の敵なんだから。その程度の顔、多少のお肌の良し悪しなど関係ありませんわ。はあ、あんた朝っぱらから喧嘩売ってんの。何が朝ですか。まっとうな人間ならもうとっくに起きて働いてる時間です。これだからクソ真面目は。ちょっとくらいサボることを覚えねえと人生が味気ないぜ。そうそう、ちょっと二度寝したって。って私まで流されちゃダメダメ。真面目の前に下品なものをつけるのはおやめください。まったく、お二人に合わせていたらいつまでたってもヒューリーは集まりませんわ。さっさと支度してください。筋肉痛がつらいぜ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。やっほー、ごきげんよ。何かおすすめの情報はあるかしら。ご希望、お好みに合わせていろいろ用意できるけど、ほら、そこはそれ、お金次第ってことで。相変わらず露骨ね。私、お金しか信用してないの。私、お金大好きなんだもん。ピカピカ光って綺麗だし、チャリンチャリンいい音するし。私的にはね、金って書いて愛って読むんだ。だからあなたの情報は信用できる、そういうことですわね。お姉ちゃんわかってる。お姉ちゃんたちフェンサーだよね。だったら楽なのにしてくれ。とびっきり楽なやつ、それが俺の希望だ。はいはいはい、私は記憶が取り戻したいの。私のこと知ってる妖精に会いたい。口を挟まないでください。あなた方の希望は聞いていません。ロロさん、この人たちのことは無視していいです。じゃあこれなんかどうかな。フェンサーにぴったりの極上もんだよ。ではそれをいただきますわ。おっと、その前にお金ちょうだい。毎度あり。孤独図氷窟にあるって話だよ。いらっしゃいま、ありがとうございます。やっ、マリア、はじめ、はい、よし、じゃがり、かくじ、どの、はい、おしまい、やったよっ、いきますわ。やらせてもらう。まだまだ行くぜ。本当の力、いきますわよ。どなたが相手かしら。覚悟つき、いきますわ。行くぜ、寝てろ。ま、俺に。えい、ほっ、よっ、やらせてもらう。いきます、終わりですわね。しゃがり、寝てろ。ま、俺に。当然ですわね。やらせてもらう。行くぜ。お覚悟を。まだまだ行き。ほんと。突っ込んでな。はっ。行きますわ。やらせてもらう。まだまだ行くぜ。ほんとの力、見たいかしら。寝てろ。始めます。行きますわ。やらせて。分かった、あいもないわ。いっちょ上がり。悪いな、やらせて。私の出番はまだかしら。みなぎりますわ。
一杯。おしい。あら、この程度なんですよ。私の出番はまだかしら。力が寝てろ。はい、おしん。あら、この程度なんです。やっ。はい、やるぜ。どなたが相手かしら。させてもらう。あ、うおー、まだまだ行くぜ。うおー、始めます。さあ、私の出番はまだかしら。どなたが相手かしら。始めます。行くぜ。お覚悟を。今なら行ける。始めます。どなたが相手かしら。さあ、これからですわ。行きますわよ。お覚悟を。やらせてもらう。どなたが相手かしら。行くぜ。お覚悟を。さあ、行き過ぎ。なぎりますわ。どなたが相手かしら。今なら行ける。お覚悟は。たあいもないわ。やった。行きますわよ。どん、次。さあ、始め。はい、おしまい。行ける。行きもたいもないわ。どうだ、悪いがやらせてもらった。
ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。行きますわ。覚悟しな。お覚悟をやらせてもらう。始めたあいもないわ。私の活躍で。Cut.